無料ゲームアプリ隠れろ見つけ出せ、かくれんぼゲーム。こんばんは、カサブランカです。かくれんぼゲームのハイドアイオーをやっていきます。隠れる側は序盤の時間内でいろいろなものになって隠れます。鬼側がスタートする前にランダムで自分が当てがわれたオブジェクトを違和感のない場所に置いて鬼側の目を欺くのが隠れる側の技になります。私は工事現場で使われている照明器具になりました。小さい照明器具なので隙間や見えづらい場所に置けばと思うと思いますが、鬼側の人たちもそれは分かっているのですぐに見つかります。私は2階の工事現場に向かい景色に溶け込むようにしました。さてどうなるかな。画面右下の鍵マークでオブジェクトの固定ができます。固定することでオブジェクトが動かなくなり鬼の動向が見れます。人がどこに隠れたのかも見れるので次回の参考になります。あ、いきなり鬼が来やがった。やべ、バレるかな。うおー、セーフ。ただ通り過ぎて行っただけでした。さて周りの状況を見てみますか。逃げる皆さんはうまく景色に溶け込んでますね。さて上の赤の点滅をご覧ください。鬼側は5人、逃げる側は15人、真ん中は制限時間です。鬼は叩くことで見つけたことになりますが、ラスト45秒までは叩く回数制限があり、ハートマークが全てなくなると死んでしまうのでハートを1個残してラスト45秒に全てをかけます。時々ハートを1個回復できるアイテムが出ますが、この回数制限が鬼側の足かせになり、闇雲に叩くことはできません。逃げる側も動く人は少ないので、なかなか見つかりません。ただ、上級者になると、移動したり、鬼に見つかっても、逃げ切る技を持っています。逃げる側、鬼側とも、ベテランさんには、叶いませんが、逃げる側になって逃げ切れたり、鬼になって見つけられた時の嬉しさは格別なので、つい、2回、3回とやってしまいます。この、赤のペンチ缶の人は、逃げるのが上手くて、逃げる側の人たちを助けつつ、鬼の戦意を喪失させます。高等テクニックなので、なかなか真似はできませんが、こういう方を見ているだけで、とても面白いです。赤の点滅をご覧ください。鬼側の人数が、3人減っていますね。これは、赤のペンチ缶の人を、鬼側の人が意地でも倒したいがために、叩く回数制限を全て使い切ってしまい、鬼側の3人が、ゲームオーバーになってしまったということです。上級者、恐るべし。あ、とうとう鬼が1人になりました。隠れてる側は14人。鬼側の試合放棄ですね。これで、逃げる側の勝利は、ほぼ確定しました。あとは、自分が叩かれなければ、たくさんの経験値がもらえ、レベルアップします。レベルアップすると、また新しいマップで遊ぶことができるようになります。赤のペンチ缶の人の、ナメクが始まりました。上手い人は、本当に逃げ切るからすごいし、見てて笑えます。こんなゲームです。鬼側は、機会があったら動画にしますね。これから寒い季節になります。お暇な時は、無料ゲームで遊んでください。では、またね。終わり。